バイトの帰りにみんなで食事して、社員さんの車で全員駅とか家まで送ってもらい、最後に私と運転してるかっこいい社員さん二人だけになった。うちは団地の一番奥で、漫画に出てくるような爆笑貧乏平屋なので恥ずかしくて、家まで送ると言ってくれたけど駅まででいいとひたすら誇示した。でも駅に着いたら私の帰る方角が真っ暗なので、やっぱり家まで送るわと言い出して、いいです、いや送るから、いや絶対いいですと押し問答してたら、わかった、じゃあキスするか家まで送らせるか選べとか言い出して、その人めっちゃ女慣れしてて、どんな女の子でも1日3回は褒めるし、するわけないのわかってるし、死んでも送られたくなくてテンパってたので、ああ、いいですよ、キスしましょうと言ったら、ドラマだったらキスされるんだろうが、読み通り、なんでやーとか言いながら、もう少し先のコンビニで止めてくれた。あはは、死ぬほど虚しいけど勝ったと思いながら降りたら、社員さんも降りてきて、対面でちょっと顔上げてと言われて、反射的に上げたら、キスするんやろ、ああいう時って挙取ることすらできないんですね、思わず何言ってんですかと下向いて、重くそマジ対応してしまい、社員さんは冗談やってと言って、親が小さい子にするみたいに私の上着のファスナーを首まで上げて、本当に気をつけて帰れよと見送ってくれました。生涯で唯一本当に一回こっきりの魔女にそんなことするんじゃねえ体験でした。どうして目をつぶってどうぞと言わないんだ、それが言えたら魔女じゃねえやい。確かにそういうこと言えばよかったと後で死ぬほど思ったけど、実際もう一回同じことがあったとしてもまた固まるに決まってる。くらえ、魔女スパイラル。